リバー型総海艇はイギリス海軍が運用していた総海艇。イギリス海軍では1979年によりハント型総海艇の運用を開始していた。これは船室をガラス繊維強化プラスチックとし、また PAP-104 機雷処分具による機雷相当システムを採用するなど、設計、装備の両面で刷新されていた。しかし比較的大型の総海。 相当量予定であり、また FRP 艇としては、過渡期の設計を採用していたこともあって、建造費は3000万ポンドに高騰してしまった。このため、当初は24隻の建造が予定されていたものの、最終的な建造数は13隻にとどまった。このことから、同型を保管するため、深々土海域でのかかり総壊能力に特化した、構成定と総壊能力を省いた。 FRP 製の総統専用艇の組み合わせが計画された。このうちの前者として建造されたのが本型である。なお、後者として建造されたのがサンダウン級機来総統艇であった。上記の経緯より、本型は第二次世界大戦後の総改艇としては珍しく、構成艇として建造されている。またコスト低減が強く要請されたことから、 ロイド線級協会の基準に準拠した商船構造とされ、北海油田で用いられていたプラットフォーム補給船の設計がベースとされている。これは単能艇として設計されたことから、自制についての条件が緩和されたことによるものであった。大気来線装備として、バイ・ビッカーズ社製の新進度用カカリー総イグマーク9を搭載する。これは基本的には、 体底式であるが、探偵での運用も可能である。ありがとうございます。